はい、皆さんこんにちは。こんばんは、おはようございます。今日はムカデについて話したいと思います。だいたい6月、7月、9月、10月が一番多いと言われています。まあ、ムカデが好む場所は暗い、狭い、湿気がある、で餌がいるところですね。まあ、ムカデ自体夜行性なんで夜に動き回る性質があるみたいです。で、ムカデ対策としまして、植木鉢とか、石の下、枯れ木、まあ、家の周りをやっぱ整理し、整頓しとくのが一番いいことですね。で、家の至るところの隙間から奴ら入ってきます。なので、家の中に小さな昆虫とかがいないようにしましょう。ゴキブリがいる家にはムカデも入ってきます。なんで、ゴキブリ対策とかもやっておきましょう。あと、ムカデが入ってきそうな場所。はい、こういった窓の差しとかにはこうスプレーをしときましょう。こういったエアコンとかの隙間ですかね、こういうのも塞いだりとかスプレーをしたりとか、まあちょっといいですが、こういう玄関の隙間にもスプレーしときましょう。はい、あと自分はアパート暮らしなんですが、一軒家で暮らしている人は床下、ジメジメした床下からムカデが上がってくる場合があるので、床下の方もジメジメしないように石灰を撒いたりなど対策をした方がいいと思います。あと部屋の空いてる隙間とかがあったら必ず殺虫スプレーをしておきましょう。まあ、10日から2週間に1回ぐらいで OK です。あと室内でムカデ見かけた時は殺虫スプレーをしますが、ムカデあいつらまあ死んだふりとかするんで、まあよく必要以上にやってから処理してください。あとムカデに噛まれたらもう速攻病院に行きましょう。あとこいつは水の激落ちくんです。